東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市の離島大島と本土を結ぶ橋が開通しました。気仙沼市の大島と本土を結ぶ長さ356メートルの気仙沼大島大橋は、東日本大震災で大島が孤立状態になったことから復興のシンボルとして宮城県が整備しました。大島島民の皆さんはじめ気仙沼市民にとって50年来の悲願であります大島大橋です。買い物とかね、病院、通勤とか通学とかどんどん便利になると思いますね。震災前と比べ大島を訪れる観光客は激減していて、橋は観光面での役割も期待されています。